さて、もなかさんが家に来てもう3日経ちましたね。君最初お尻に隠れちゃって出てこなかったけど、だいぶ落ち着いてきたね。今ね、もなかさん隣のお部屋で言うんですよ。ちょっとね、あんまりにもゲージの中が嫌っていうので、ゲージから出ていただきましてね、リビングの隣の和室で遊んでもらってます。時々鳴き声はするけど、わらびさんそんな気にしなくなったね。まあ徐々にわらびさんももなかさんも生活には慣れてってくれてるので、まあいずれ顔合わせできるかなと思ってます。仲良くなれるといいね。なんか入ってるのかな。ダイソーで買ったやつだけど、なんだ。ワービーさんが歌いすぎたね。これだと下に行かないかな。そう、一気に行かないやつを選んだ。一回で出ちゃったね。ねえ。